どうも皆さんこんにちは、ヤンレ越しナルト会のナルトやカズワガと申します。去年はなかなかね、コロナで盆踊りもなかったんですけど、今年こそはもう夏の盆踊りみんなと一緒に楽しみたいと思っております。今日は、年始めで、皆さんもうずうずしてると思うんで、踊っていって僕も一生懸命頑張りますんで、踊り子さんの方もよろしくお願いいたします。はい、
まにバカ正直な男やな。一歩旅に出てもたら一緒やないかい。お前一人や、少々の方が馬口を打とうが誰も見てへんやろ。はあ、なるほどね、さすが大間さん頭がいいね。ありがとうって言うてる場合か。もう分かったらさっさと親分のとこ行って詫びの一つでも連れてこんかい。また一人他には誰もいりません。いろいろ都合がありますから、一歩踏み出しちゃったみなされ、この先誰にもわからない。ここのところが肝心で、横でこの人
やんで星が叩いて喜んだ。待てばカイロの日よりあり、嬉しい野郎が出てきたと、こういう話は清水さんの次郎長さんっていうのは、そんなに強い親分なのね。そりゃ強いよ。清水一家の次郎長さんといえば日本一。でもね、旅人さん、清水一家親分だけじゃねえよ、ここの子分がこれまた強い。清水一家の子分の中でまず一番目はこの人よ。本名山本政五郎は武士を嫌ってヤクザとなる。槍の使いで大政だ。二番はやっぱりこの人よ。三将はカツオでピリリと辛い。槍抜きの達人で清水一家じゃな。この野郎、おいらの名前が全く出てきてねえ。清水一家にゃもう一人強い子が来たおい。
やるやる持ってけえこの野郎へ。夏に皆様会いましょう。